勝負すっか。危ねえ危ねえ危ねえ。さっきのエテだと、あ、ハマってんじゃないこれ。ガード。あぶねあぶねあぶね。あやべ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 。どこどこどこ。あーやべやべ。あやべ。やべあーこの野郎。それはなしにしよう。あもういいもうしもういい知らん。もうあいつ知らん。もう死ね死ね。もう回復薬持ってくるの忘れたし。作ってねえし。とりあえず回収。だいたい持ち物の半分ぐらい落としちゃうみたいだね。あ、これあるじゃん。入れ替え。お、いいね、30。どうする？結構鉄はもうさ、なんやかんや、作れたからさ、鉄装備。けど、もうちょっとだけ集めておきたいよな。うん。欲を言うと。ちょっと集めておこう。よし。じゃあ、ちょっと暗くなりそうだから、行こうか。ピラミッド侵入しよう。ちょっとてっぺんまでちょっと一回登ってみたい。もしかしたら、別の入り口があるのかもしれない。てっぺんに行くと。てっぺんに入ると、イヤッホーっつって、なんか、その、ロケットみたいなの出てきて、で、羽マリオになって、飛べるかもしれない。よし。ではもうぶっ壊そう、もう。うん。壊しまーす。あ、いけるね、いけるね。よし。おら、やっぱりそうだろ？あぶね、あぶね。よし。一匹ずつ、一匹ずつ落ち着いて。これ、ちょっと待って、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 やばくない？え、強くない？え、な、強くない？多くない？強くない？っていうか、あ、わかった、こいつか。あー逃げて、やめてください。あー、もうどっちだった？こっちか。逃げろ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 。無理無理、あんなやつ強い強い、めっちゃ強いわ。なんかん、あ、オッケー、これでオッケー。多分あれ勝てないよね、多分。あれあれ、あれあれ、もしかして毒ってる？あ、毒ってるんじゃない。お腹減ってんだ。よし。サソリの角。あー、持って帰ろう。これ。結局けど、ドムドーラの情報はなかったな。ゾウは持って帰ってこれたんだけどね。なんか言うてな。まったくビルだってものは羨ましい存在ですね。鬼の鬼じゃない。見よう見まねで物を作ってみますが、どうしたってあなたのようにうまくできません。そうそう、大ひずしの里の先にある、という山岳地帯には小麦なる素材があるそうです。そのままでは食べられませんが、特別な調理台を。あ、なるほど。パン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 。何が？特別な調理台、それがないんだよ。
そういえばなんか入ってんの。おお、結構入ってるね。石の窓。装備の展示台。へえ。結構荷物がいっぱいになってきたな。展示と石の窓。よし。なんか拾った。なんか拾ったよ。まあいいか。ここにこれか。おお、何座ってんだよお前。何座ってんだよ。それ手の椅子だから、勘弁してください。これなんか展示する。へえ。で、あ、そう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 、この火を吹く像どうすんのこれ。拠点を狙うモンスターが現れた。なんだ、迎撃に向かうぜ。リリー大丈夫か。あいつビリ狙いか、くそ。よし、オッケー、終わり。プチプチ教習イベントか今のは。うん、いや、あるよ。あれ？え、で、1個しか持ってきてないよ。まさかだとは思うけどさ、壊しただけで取ってないとか、そういうやつ？そういうパターン？あるわ、それ。それありそう。だってこれ、壊してもたまに拾えないとき結構あるもん、そういうとき。くぅー！行ってきまーす。いない？もしかして。あった！ほら！ほらー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 ！なにこれ？あ、これ。あ、あ！墓標だって。持って帰ろう。墓標。こういうピラミッドパーツは壊せないんだね。こういうのは壊せるけど。墓標全部壊したらなんかあるかな。ありそう。なんもなかった。
よし、じゃあ戻ろうか。これキメラの翼さ、使える？はい。だがしかし、エーテポンゲは学習している。一度ここで死んだことがあるやつしかわからない伝説のキメラポイント。ここで死んだやつしかわからない伝説のキメラポイントを得ては知っている。あ、惜しかった。もうちょい下だ。ここらへん。でい、おお、いけたー。なんかすっきりなんかちょっとすっきりした。今の気持ちが良かったね、今の。ロロンドロロンドロロンド。なんか言ってるビリー。ああ、見えなかった。あれ、ロロンドいなくねー。あ、下か。はい、持ってきたよ。うん、これさえあればメルキドロクに書かれた鋼の守りを作れるだろう。ぬぬ、そんなすごそうなものを作って平気なのか。だと、エデコよ、我が輩もロシア雪の兵から聞いたぞ。町を発展させねば巨大なる、させれば巨大なる魔物によって町が滅ぼされるという話であろう。なあ、お主はまさかそんな、こんな話を真に受けておるのではあるまいな。心配するのはお主のものづくりの力と我が輩の頭脳、そしてメルキド力があれば、メルキドを復活させこの地域を支配する魔物の親玉を倒すことも夢ではあるまい。我が輩に全て任せておけよ。うん、鼻毛出てるよ、ロロンド。鼻毛。あ、もう討伐のやつ出てる。こう置いてみようか。ここら辺に。ああ。失礼。おお、なんかぽいねー。なんかもう、ロロンドから討伐マーク出てるないんだけど、ビリンのさ、そのドムドーラーのやつまだ終わってないんだよな。これどこにいるんだろう。まあ、わかりません。作る。とりあえず作っとこう。森のサラダ。サラダプレート。あ、うさぎステーキ。うさぎステーキ食う。一回寝る必要はないな。よし、挑むか。うん、いいぜ。オッケー。もう鉄装備だから相手は。よし、行くぞ。来た来た。ここにいたら食らわないって知ってるもんね。ここにいたら食らわないって知ってるもんねって。あー、やばい、ここは食らう。危ない。いいね、炎も吐いて。もう万全じゃん、これ。もう勝ちゲーだわ、勝ちゲー。一人入っちゃったけど、あれはまあ兵士見習いに任せよう。ショータが襲われてる。ショータが襲われてる。逃げてきたけど、
へし気取り、行ってあげて。行ってあげて。終わった。楽勝だね。あ、まだまだか。ほいほい、かかってこいよ、うりゃ。自分が置いた罠に引っかかってしまった。これ遠距離攻撃できればさあなおよしだよね。遠距離攻撃、弓矢的な、弓矢、弓矢的なものがさあればなおよしだよな。そう思わんか。ものの塀だったっけ。お前積極的だな。お前はなかなか頑張れ。壊されちゃった。マジですか。よし、お前に行くぞ。袋にしろ、袋にしてまえ、こんなやつ。マジで今日の晩飯じゃこいつは。袋出てきじゃ、殺せ殺せ。あい、めっちゃ壊されるし。あーしゃないっすー。ガンガン壊された。やっぱ壊しおるんやね。命の木の実。おー、あー、なんか人数が増えるとなんかなかなかええもんやな。うん。なかなかええもんやな。な、うるさい、うるさい、なに、急に。とりあえず修理しよう。修理。